仙台球児本義は、日本の師匠であり、神道における神展である。球児記、球児本義とも言う。全員十巻からなり、天地開白から、水古天皇までの歴史が記述されている。著者は不明だが、天孫本義に、尾張氏と物部氏の系譜を詳しく記述し、物部氏に関わる事柄を多く載せるところから、著者は、物部氏の人物であるという説もある。 ソガウマコなどによる序文を持つが、大同年間以後、演技初期公演以前の平安時代初期に成立したと、される。江戸時代の国学者である、忠義俊伊勢定城、も通り乗りながらによって、儀書とされた。近年序文のみが、後世に付け足された儀作であると反証されたことから、本文は、研究資料として用いられている。 本書の実際の成立年代については、水古朝以後の、古語周囲からの引用があること、演技の頃やたべき持ちが、元行の日本記公演におけるおもんみりょう交渉らの、議論について、仙台旧児本議を引用して、意見を述べていること、藤原春海による、仙台旧児本議論が、上平の日本記公演式に引用されていることから、仙台旧児本議は、博士、 藤原春海による演技の日本初期公書の際には存在したと推定され、仙台旧児本儀の成立は、大同年間以後、演技初期公演以前と推定されている。まず、仙台旧児本儀の成立時期であるが、牧七天皇本儀の人務即位の記述中に、古語周囲の中ほどに見える人務統制の文を受けた箇所がある。そこで、古語周囲の末尾に言う。 大道二年が上限となる。下限は、さ三、天神本儀並びに牧七、天皇本儀に見える十種の神宝のノリとを、霊衆家が引いていることから求められる。霊衆家の成立期は、達川正次郎先生により、公認格式を引くも、上眼格式は引かずと交渉された結果、上眼十年と推定された。その年次をもって、本書の成立加減とすべきである。 嵐義人編参者の有力な候補としては、平安時代初期の妙暴博士である京、原敏久が挙げられる。これは、江戸時代の国学者、三金木清次家から1894年の説で、京、原敏久は、物部氏し系の人物であり、彼の活躍の時期は、仙台旧字本儀の成立期と重なっている。編参者については、京、 原俊久説の他に、石上神宮の新館説、石上赤継説、八田部金持説などがある。佐伯ありきよは、著者は未称であるが、天孫本義には、終わり及び、物の氏の系譜を詳細に知るし、また他にも、物の氏関係の辞席が多く見られるので、本書の著者は、物の氏の一族か、とする。三金な清史家は、序文は、 やたべ金持ちが904年から936年に作ったものとする。安本美典は、仙台旧児本義の本文は、今日、原俊久が、日本初期の水古天皇の上に記された、史書資料の残存したものに、古事記日本初期、古語周囲などの文章、物の別種系の資料なども加えて整え、その後、やたべ金持ちが、序文と、 仙台旧児本義という題名を与え、や田部氏関係の情報などを加えて、現在の仙台旧児本義が成立したと推定している。序文に書かれた本書成立に関する記述に疑いが持たれることから、江戸時代に今井雄淳、徳川光圀、忠義都市、伊勢定城、元織乗りながらに、 義書の疑いがかけられていたが、近年の研究により厚生付け足された、序文以外の価値は、再評価されている。また、義書とは、著者や執筆時期などの来歴を偽った書物を指し、仙台旧字本儀の場合、その来歴の記載がある序文が偽りなら、仙台旧字本儀べてを義書とみなすのに、問題はないという意見や、聖徳太子がかつて選んだと固くされた書物という、 意見もあるが、図書館情報学では、議書や家宅書の定義は、すでに滅んで伝存しない古書を、原本のように内容を偽って作成した本、あるいはもともと存在していない作品を、原本のように内容を偽って作成した本。であり、仙台旧児本議は、もともとあった記録へ、構成処文が付け加えられたと見られることから、図書館情報学における、歓喜や、 奥書きなどを偽造したり、蔵書印記を偽造して夏印したりして、古書としての価値を高めようとしたものは、偽造書、偽本、偽本に該当すると思われるが、ただしこれは、仙台旧字本義の神話的、資料的の価値をすべて否定するものではない。鎌田純一は、しかしその一方で、荒井白石はこれを信頼しているし、その後の三戸藩でも、栗田博士などは、 国造本義あるいは、物のべしの伝記といったところを非常に重視しています。ですから完全に、偽書扱いされてしまうのは、江戸時代というよりも、むしろ明治から、後のことでしょうと述べている。藤原明の偽書説、藤原明は、旧時期は、聖徳太子直線として、上平六年日本機構の席で、八田部金持ちによって、突如持ち出された書き物であり、その後、 本書は、日本書紀の原点とも言うべき地位を獲得したが、ヤ田部金持が、物延ノ氏の権威づけのために創作した書き物である。可能性が高く、実際に創作したのは別の人物の可能性もあるが、物延ノ氏か、ヤ田部金持に近い筋のものであろうと推定して、本書は偽書であるとしている。偽書説の経意所文には、水戸28年に、水古天皇の命によって、 聖徳太子と、蘇我馬子が表し、水子三十年完成したものとある。時に、小春田豊浦宮に行使、豊見家家式や姫天皇即位し二十八年祭事、かのえ達春三月の交互ついたち土の絵犬に、摂生めたまう上宮、馬屋と豊富みみの聖徳太子孫名す。大臣、蘇我馬子少年と、直を盾祭りて選び定む、字に、 三十年祭時神後春二月の一日期中瀬なり、仙台旧字本儀序文このことなどから、平安中期から江戸中期にかけては、日本最古の歴史書として、古事記日本書紀より尊重されることもあった。江戸時代の儀書説の発生しかし、水戸朝以後の、古語周囲と告示した箇所があり、古語周囲が、仙台旧字本儀を引用したのではなく、仙台旧字本儀が、 古語周囲を引用したと考えられたため、江戸時代に入って、義書ではないかという疑いがかけられるようになる。また霊天5命率、隠部諸施策主修、神宝鏡玉矛盾木面朝佐藤串名玉命のの、孫作り、五祈の玉、古語周囲福天止め命の地率、隠部所施策主修、神宝鏡玉、矛盾木面は東福串名玉井の地孫作り、 新緑古語見ほ大玉だま新意味な確か、仙台旧字本義三仮木清史鹿も、仙台旧字本義赤義にて水戸朝以降の記載を指摘している。この連行ナンバー朝を世じゅ、この連行五本大宮朝を世ため、清見原の長を世、仙台旧字本義いい説得発ため、京氏柏原定大改め職ため国、桜朝を世阿同五年、仙台旧字本義江戸時代の義書 仙台旧寺本義大成行事件江戸時代、遠方年間に表された義書、仙台旧寺本義大成行の影響で、その発想のもとに使用された仙台旧寺本義への評価も下がった。仙台旧寺本義大成行は、僧侶、長恩と伊勢神宮別宮の主観が著述したもので、伊勢神宮、幕府を巻き込む大事件となり、著者2名は、流罪となった。 新館47名が、伊勢島国から追放となり、禁書とされたが版儀は残り、31巻本、72巻本、30巻本として伝わっている。三金木義き次家は、著書、仙台旧字本義、赤義にて、序文が悪いのであり、それを除けば、どこにも、偽作とみなすべき理由はないとみなし、1947年、飯田木春は、 表中仙台旧字本義の解体で儀書説を批判し、1958年、G.W. ロビンソンは旧字本義校にて、日本書期が部分的には仙台旧字本義を材料にしたとする説を表した。1962年、鎌田淳一の仙台旧字本義の研究研究の部、後本の部は研究対象としての仙台旧字本義の復権は、 鎌田の著作なしにはあり得ないことであったと評価されている。鎌田淳一は先に成立していた本文部分に後から序文が付け足されたために、あたかも本書が成立を偽っているような体裁になったとして、本文は儀書ではないと論じた。鎌田は序文に関して、なら、平安初期の他の文献の序文と比べると文法が、 地節であること、演技4年の日本記公演の際に、古事記と仙台旧字本儀は、どちらが古いかという話題が出ていること、鎌倉時代中期の人王経図という書物の名を記していることを指摘し、序文の成立年代を鎌倉時代以降とした。すなわち、旧世紀頃に作られた、本来の仙台旧字本儀には制作者や制作時期など、 偽る要素はなかったということである。2001年の上田正明との対談では、序文が付け加えられたのは、古代末期か、中世初期と述べている。偽書説への反証近年、上田正明、鎌田純一、嵐義人、古僧正三太の研究者によって、偽作は、後から付け足された序文のみだと考えられている。上平六年、須作天皇の時の講演では、 やたべ金持ちが抗議をしているのですが、そこで、古事記と、旧字本義とどちらが先に成立したのかということについて語っています。やたべ金持ちは、戦士の説に、曰くとして、第五天皇の時に抗議をした、藤原春海は、古事記の方が先で、旧字本義の方が後だと言っていたと述べています。そしてその上で、自分は、旧字本義の方が先で、 古事記の方が後だと思うと、自らの考えを言っているのです。こういうことが書かれているということは、藤原春海、八田部金持ちの時には、まだ序文がついていなかったと考えられます。もしも序文がついていたのなら、序文にこう書いてあるではないかと論じるはずなのですが、そういうことを、一切論じていない。したがって、この当時は、序文はなく、 序文はその後の時代に付け加えられたものだと考えられるのです。それに、国学院におられた岩橋小屋田先生も言っておられますが、序文がいかにも稚説だということです。文章になっていない。鎌田純一門。本庁の椎名に書きため始めか。施設。戦士の説。遺時期ため始め。資金案。上宮大使書宣誓第九次。 本義十巻、八田部金持以上の点から904年、演技の日本記公演の際には、仙台球児本義に、序文はなく、その間に序文が添えられたとする学者たちがいる。本文の内容は、古事記、日本書記、古語周囲の文章を適宜継ぎはぎしたものが大部分で、あるが、それらにはない独自の伝承や、新名も見られる。また、 物のべしの祖神であるギハはやソンに関する独自の記述が特に多く現存しない物のべ文献からの引用ではないかと考える意見もある。牧さ3の天神本義の一部、牧5の天尊本義の終わりし、物のべしの伝承と牧10の国造本義には他の文献に存在しない独自の書伝が見られる。天尊本義には現存しない 物の部文献からの引用があるとする意見もあり、国像関係資料としての国像本義とともに資料的価値があるとする意見もある。本書は序文に聖徳太子、蘇我馬子らが表したものとあるため、中世の浸透家などに尊重された。鎌倉時代の僧、事変は先代旧字本義を浸透の思想の中心と考えて注釈書旧字本義原義を表し、 渡来新党神道に影響を与えた。室町時代、吉田金友が創始した、吉田神道でも、仙台旧字本義を重視し、危機を呼び、仙台旧字本義を三部の本書としている。仙台旧字本義大聖教、及びその遺本である、ミソサザイで円本仙台旧字本義大聖教館、白川本旧児記などはすべて、 仙台旧児本義をもとにして、江戸時代に創作されたと言われ、後に多数現れる、義諸群、腰子伝の成立にも影響を与えた。現在、欠けて伝わらない。天地改鋳、誠杉神話。受け神話、須佐の追放。逃げ早筆神話、出雲の国譲り。出雲神話。物のべ氏、尾張氏の警府。日向三代、神武統制。神武天皇から、 神宮皇后まで、王神天皇から、レツ天皇まで、慶太天皇から、水古天皇まで、国造化135市の祖先伝承、ありがとうございます。